何シュラさんやってるんですか。これはですね、ステンレスのバフをかけたこの黒い、なんて言うんでしょうね、バフ材っていうんですかね、を取ってるんですけど、これがね、熱湯でつけてもね、なかなか取れないんで、シックハックしながら、この楊枝を使いながらですね、隅々まで綺麗に今磨いてます。なかなか大変なんですよ、このバフ材。ステンレス316は医療用、医療メスの素材とか、うん、そうですね、ちょっと有名ですけど、本当そうですね、磨き上げればすごくピカピカに光るんですけど、その前にバフ材がなかなか取れないということで、一番大変な作業です ね、そうですね。頑張ってください、はい、よろしく。ありがとうございます。